皆さんこんばんは、MK です。星のカービィ Wii パート3やっていきましょう。前回に引き続き、レーズンルインズ進めていきたいと思います。スリープがいますけど、まあいらないですね。スリープが必要だった時がありませんけど、何かコピー能力が欲しい。あったけど危ない。なんだお前は。あ、ウォーターカービィ。これは Wii からの能力ですよ。何か特殊な技はあるかな？上1で完結戦。下長押し上1でレインボーレイン。なんだそれ、やってみよう。下長押し上1、おお、こんな技あったっけ。あ、なるほど。ダッシュ中に1でこの波乗り的なことができるんですね。これはなんだ、草タイプに水タイプは効果が今一つですが、なんとかやられてくれた。ハンバーガーはいらないけど取っておきましょう。またウォーターだ。いって、相打ちだろ今のは。相打ちは勝ちでよくない？なんかお肉に見えたけど魚でした。また出た。待って、これ下になんかないか。下に何かありそうな気がしますが、スフィアではないな。待って、スフィア逃してないよね。怖っ。逃してる説あるんだよな、結構。あー、なるほど。一応このダッシュ波乗り中は無敵ですね。これはうまく使えそうだ。ストーンの方が絶対強い。ストーンの方が強いでしょ。よーし、これ以外に何かありますかね。空中で石、石ころ変身、ダッシュで1ですね。で、空中で下1、ヘビー押し潰し、上1、石ころアッパーカット、分かりました。そんなもんか。石ころアッパー、あ、石ころアッパー、危ね、石ころアッパー、いった。逆じゃん。この石ころアッパーもうまく使っていきたいね。ここは、お、マッスルのストーンで加工していく。この頃もストーンのレアとかあるよね。だから金色のストーンが出ればまあラッキーって感じですが、まあそれを狙うよりもスフィアを確実にゲットしていきましょう。ないぞ。4個ってことは多分2個はスフィアローバーなんだよ。で、残り2個がステージ中に配置されて、ここだ。配置されていると思うので、あーですね、ここっぽいぞ。なんだこれは。普通にやっちゃっていいですか？こういって、なに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 、あーとと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 、おー、そういうことか。危ない、今の結構ギリギリでしたよ。挟まれるっていう心配はないのか今のは。とりあえずマッスルで落ちていく。おお、なるほど。マッスル中は無敵なのでゴールドも全然関係ないと。スフィアローバーちゃんに出会う前にもう一つのスフィアをゲットする。あっ、ペタッ、あー、ストーンが俺のいった。俺のストーンがマジか。何か代わりにください。何かありませんか。これは吸い込めませんよね。頑張り吸い込みでも吸い込めない。ウォーターでいいや。ここにあるでしょ大体。こういう、あー違うな。1アップだけ。とりあえず取るけど1アップだけか。1アップだけのためにこういうところを作らないでほしいんだが、危ないよ。いや、これでいこう。無敵だからね。これでいって、下か、下になんかあるか。あっ、ぺっぺっぺっぺ。ウォーターカービィ、あ、解除はされてないか。びっくりした。浮きはかわいい。どこかにスフィアがありそうですが、肉まんありがとう。水中に入った肉まんは果たして食べれるのかという疑問はありますが、肉まん一時期ハマってたんだよね。いきなり何の話。待て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 、これはここか。ここやって、こっちに行って終わりかい。特に制限されるわけじゃないんだな。これ壊す順番を間違ってたらみたいなパターンでした。もしかして。全然意識してませんでしたけど。で、スフィアローバーがいるってことは多分ね、ウルトラ能力があるんですけど、違うかな。読みすぎ。なんか今までスフィアローバーが出てきたところって絶対ウルトラ能力で解放してきたんだけど、今回も何かあるんじゃないんですか。違うんですか。これを引っ張って、なんだこのエリアいる。今のエリア必要でした。ほら、絶対なんかあるわ。なんだ、星型のこういうのはウルトラ能力って、スーパー能力か。ウルトラソードに引っ張られてんのか。スーパー能力で壊せるはずなんですけど、何が出た。ビームか。なんかちょっと、なんだろう、ロック系のワドルドゥですね。こいつを吸い込んで、出たミラクルビーム。どうやって使うの。何何何何何、これは。いや、あ、動かすんだ。なるほどなるほど。自分でこれを動かす。待て待て待て。ちょっと難易度高いです。ちょっと難易度高め。自分で動かして、一定時間経つと終わっちゃうと。OK。これで解放していきましょう。ここはまたミラクルビームでこっちこっちこっち。マキシムトマトか。そろそろ何かあってもいいんですが、特に時空の裂け目的なのはないですね。まあこれもこれでありがたいですけど。で、このゲージは時間制限らしいです。コメントで詳しい方が教えて、コメントで詳しい方に教えてもらったんですけど、カミカミだな、大丈夫か。まあカービィだから若干緩めに行きましょう。何もないか。そう。これはね、特に能力を連打したら減るとか、そういうわけじゃなくて、単純に時間、あ、待てよ。待て。違うだろ。絶対違うだろ。どっかにあるぞ。探すんだ。ミラクルビーム、ここか？違うか。これ途中で解除できない。おー、ここだ。なんだ、分かりにくすぎないか、今の。マジか。今のあり？一マスに隠れてた感じ？ちょうど私がそこだけ壊してなかった感じ？進みましょう。スフィアローバーちゃんにたどり着くまで、私の、このステージは終われない。後ろが危ない。そう、後ろのこれもね、なんか実は、私が早く進む分だけ早く進んでくるらしいですよ。コメントで誰かが、あー、落ちたと思ったね、今。誰もが落ちたと思った。私も思ったもん。でかいな、お前。だから特にね、なんか後ろにやったりする必要はないみたいですよ。こいつは私が遅いと遅く、これ水中だと遅いのね。水中だと遅いんだ、それが。壁は貫通しないか。落ち着け、落ち着け。どんどん進んでいく。これも、思いっきり吸い込んで吐く。やばい、水中遅いぞ。水中遅いけど、なんとかそれで、あー、たたたた、危ない。行って、あー、ホットドッグが。まあいいや、ホットドッグに夢中になっている場合ではない。何かコピー能力をください。パラソルかウィップ。ウィップでしょ、ここは。ウィップ結構強いよ。はい、出た。水がある。スフィアローパーちゃん、水があるのはちょっと効いてないぞ。落ち着け。こういって危ないよ。上に投げて、あ、近い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 。近いと危ないから。こう、たたたんたんたん、危ない。こういって、待てよ。こう、ちょっと私、ウィップ下手くそ説。ウィップ下手くそ説が出てきている。上上上、危ない危ない危ない。バーニングスフィアローパーだ。バーニングはやめて。何をしてくる何をしてくる。後ろから突撃。なんだ ?OK。ここでまた危ないって。ちょっと色が違うか今までと。今まで赤じゃなくて紫的な感じでしたけど、それはなんだわ、嘘。いって。なんでジャンプした危ない。嘘、ウィップ返して。私のウィップを返してください。返さないんだったら何か保守的なのをください。これあ、これスイカいって許さんわお前マジで。落ち着け。こうだ。オッケー。危な。なんとかゲット。2の2コンプリートですね。いや今危なかったよね。ちょっと見逃す半分手前でしたが、いや今最後じゃなかったら見逃してたと思う。まさかこの1マスにあると思わなかったわ。ギリギリ全部集まりました。いや、カービィはでも全部集めていきたいな、最後まで。もう一回戻ってきたりするのはなんか違う気がする。危ない。なんとか捕まった。もう一ステージ、もう二ステージ。いや、どうしようね。なんか、毎回3ステージぐらいでやろうかな。カービィすごい決め顔。今のすごい決め顔でしたよ。毎回2ステージか3ステージぐらいがちょうどいいかな、なんて思っているんですが。スフィア20個でコピーお試し部屋1がオープンした洋船でコピーが使い放題。まあでもとりあえずは使わないでいきましょう。次はステージ3。特に毎回サブタイトルがついたりしているわけではないんですね。パラソルちょうだい。パラソルちょうだいってありがとう。これで進んでいこう。パラソル結構強いよ。オッケー。これでフィニッシュだけど別に意味ないよね。見せプレイみたいな感じ。ストーンの方が絶対強い。ストーンの方が絶対強いです。ここはアッパーアッパー、当たってね。まあいいや。アッパーいいですね。アッパーアッパーいいぞ。アッパーは一発だ。あれこれは絶対ここだ。待て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 。ここ、なんだお前何今の。オッケーで下側が解放されて、スフィアではないんかい。スフィアだと思うじゃん普通。なんかこういうとここっち行かないとないとかそういうの反則だよ。そういうのは春部屋以外でやってはいけません。ここか？スフィアがないね。こんなに隠し的に隠して今のなの？これめちゃくちゃ今気づいたのを俺やるじゃんって思ったんだけど、そんでもなかった。はい、上特にまだ見当たりませんが、なんだ強制、あ、これ戻れないやつだ。待て、ありえるぞ。戻れない時はスフィアがあったりするのありえるぞ。星がそこにあるけど、それはね罠なんだよ。うわ待って、もうさこれ無理だったら無理だわ。え、あ、まあ1アップ1アップならいい。これでしかスフィアが手に入んないっていうのだけやめて。その戻れないやつだは禁止ね。ソードが一番強い、ソードが一番強いから。あー出た、こいつは確か危ないって、危ないってお前、あいつ吸い込めないよね確か、俺の記憶が正しければ。まあ今は関係ないけど、ここ危ないよ。シャッツォーさんを避けて挟まれないように進んでいく。なんだこのでかい砲台は。いきなり出てきたな。待って、トルネード、トルネードが欲しい。トルネードください。オッケー。トルネードは1でトルネードアタック、ダッシュ空中1でスクリュータックル、空中下1で突風下ろし、上1で突風吹き上げ。トルネード中に、振ったりいろいろ押したりして瞬間最大風速。これか。おお、これが瞬間最大風速。おお、すごい。待て、あれはあれをどうにかしたいんだが。あれは突風でなんとかなります？これ吸い込みじゃないとダメですか？危ない。これ吸い込みじゃないとダメっぽいな。はい、吸い込んで、スフィアじゃなかったら怒るぞ。トルネードじゃん。持ってましたけど、それは。上にと、おお、スフィアだ。1個目ですよね。オッケー。これが2個目だったら泣いてました。まあ実況取り直したりっていうことはしないけどね、別に。うん、まあもう一回実況内で来ることになると思います。サブチャンになるのかな、どうだろう。私のサブチャンネルって皆さん見てますか？結構まあ1週間に1回ぐらいは更新してるんですけど、この間はギャラクシー2のスターピース集めとかハイジャンプだ更新したんですけど、そう、やり込み要素とかはね基本的にはサブチャンネルでやりたいと思います。あとは生放送とか、あとみんなが興味なさそうなゲームし、あー危ない、戻れた、危ない。今のスフィアゲットで、これも4つってことはスフィアローバーなんじゃねえかなと思うんだけど、安易か。そろそろ4つでもスフィアローバーじゃないやつが出てくるのか、まだか。4つでもスフィアローバーじゃないっていうパターン今んところないんだよな。あーマキシムトマトだけど、おーハイジャンプだ。待てよ、落ち着け。何ですか、ボスですか？ボスでハイジャンプは弱くない？これって横以外に、攻撃できませんよね。ですよね。空中で、待て待て待て、空中で下で、これで、あー待って、下ろすだけが、バン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 。下ろすだけだけどさ、これさ、食らうよね。そうだよね。これハイジャンプで来たのが間違いだ。ハイジャンプでボス戦向いてなさすぎる。待て、私真上にしか攻撃できないんです。ちょっと手加減してもらってよろしいでしょうか。で、願わくばあなたのビームを私にください。こういって OK で、ハイジャンプ捨てて一緒に吸い込まないようにビームを手に入れる。ビームが結局ね範囲的には一番強い。なんか吸い込むたびに一番強いって言っていますが、こういうのは上に来ればなんかあるとかいうパターンじゃないんかい、ないんかい。待てよ、これは激辛ではないよね。激辛カレーライスはあれか。おお、スフィアあった。今のビームじゃなきゃダメだったな。ってことはスフィアローバーじゃないぞ。スフィアローパーか。スフィアローバー、スフィアローパー、パーだよね確か。私さっきからバーって言ってたか。スフィアローパー、スフィアローパー。待って、これはとなんとなくスカフィーの方にある気がするけど全然関係ないじゃん。待て、違うな。行っていいっすか？おお、危ない、やったー。めっちゃ運だった今の。今のやばくね？運すぎない？そんな隠し方します？カービィ B さん戻れないっすよね。だってこれ来ちゃったら、ほら、そんな隠し方ありですか？マジか、ちょっと疑うわ。なんか信じれなくなるわ人を。ここでこうだ、いけいけいけ。1まで。これ大体成功するね。大体成功する。私がやれば。ゴールゲームの MK さんと呼んでください。ゴールゲームだけめっちゃ得意っていうね。もう一ステージ行きますか？そうですね。ちょっと、でも微妙だな。微妙だけど、行っちゃいましょう。じゃあ、基本的には3ステージで1パートっていう感じで進めていきたいと思います。よーし、次のステージに行きましょう。ステージ4ですね。今、スフィアが5つだったんだけど、そんなことある？ってことは、スフィアローパーがいるプラスステージに3つ配置されてるっていうことですよね。逃さないようにやっていきたい。ボム。ボムが一番強い。毎回言ってる。なんかの能力を手に入れるたびに一番強いと言っていますが、これは特にいいのか。沈んだりはしないか。カッターの方がいいかな。どうだろう。いや、とりあえずはいいや。とりあえずボムでいこうか。危ない、ファイヤーが。ファイヤーの方がいいか。いやいや、ボムでも火はつけれるから。おい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 。ニードルか。今言った、お前。同じボムなんだから仲良くしようよ、シャツを。これは下に何かありますね。まあ、スフィアだとは思うんですけど、どうやってやればいいんだ？ダッシュで駆け抜ける感じ？なんだそれ。そういうことか。ここでボムを待てよ待てよ。ボムを下に置けばいいのか。ボムを下に置いて、ダッシュでこっち側に、結構範囲が狭いのね。ここに置く。オッケー。これは行ったでしょう。これは行ったでしょう。オッケー。今のやつボムじゃなかったらきつかったんじゃない？よかった、ボムできて。この次は何でしょう？危ないな、ゴールドが。こう来て、あと2つ。痛い痛い、やばいやばいやばい。あと2つステージ内で入手する必要がある。クラインか。待てよ。暗いのはやばいな。これを持てばなんとかなるけど、これを持っている間はホバリングができないという縛りがあるんですよ。はい、お肉をゲット。ホバリングできないのきついぞ。待って、下か？下だったか？スリープしか見えないけど、スリープしかいないね。関係なかったね。お、スフィアがありましたよ。これはどうやって取るんですか？待て、上だ。また上に行ってからだな。こっちか。こっちに来て、しゃがむ。素晴らしい。なんとか取れました。で、また持っていきましょう。次は危ないな、お前。これ持ったまま移動できますか？だけどもうろうそくが消えていて意味がない。投げちゃえ。で、ラスト3つなんだけど、多分ね、残り2つは、スフィアローパーなんですよ。だから、ラスト1つ手に入れる必要がありますが、ボスはなんだ？ビームを貯めておく。うわー、出た。ウォーターガルボロス。ファイヤーもいるよね、このタイプ。今の食らってなくね。そして、1回目のやつ。なんで1回目のやつ食らってない？待て、落ち着け。ウォーターが危ない。上に投げないでね。オッケー。ここを溜めて投げる。いいぞ。溜めて投げ。バカー。これ多分ね、普通でビーム、やーだだどど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 。ビーム溜めて撃つ。いいよ。よっ、ほら。間いて、おお、危ねえ、今。よく防いだね。撃つ。いいよ。このペース危ない。うわー、やめてくれやめてくれやめてくれ。こう来た。いいえ、そんな食らうことある？待てよ待てよ。ここ溜めて撃つ。いいぞ。ウォーターの方がいいのかな？そんな気がする。なるほどなるほど。これはウォーターの方がいいわ。ウォーターでこれを全部、待て待て、あれを使おう、これを使おう。待て、これか。あれ？これじゃない。オッケー。うまく決まらないっていうね。そろそろラスト1つどこかにあっても良さそうですが、ないね。大丈夫か？ないまま来ちゃうとまずいんだが。あれ？大丈夫？ないっていうオチはないよね。鳥のが、うーわ、待って、今のは激突。待て待て、ウォーター返し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 て、ありがとう。そのコウモリみたいなやつを倒して、カッターが危ないね。これはさすがにダッシュでもなんともならないよな。さすがにウォーターでもこの弾丸は消せないです。イエーイ。やばいって。待って待って待って、ウォーターがオッケー。そんなにウォーターが大事かという説もありますが、おーっと、これはなんだ？お、透明になった。なるほど。これで相手からは見えない。待てよ。見えないけど当たるのは当たるっぽいぞ。 OK、 これをすり抜けてなんとか肉まんをゲット。これ割れるんじゃないか、多分1回食らえば割れないように進んでいきましょう。 OK で、ここにあるでしょ。待てよ、いいんだな。こう来てゲット、素晴らしい。今ので見えたんじゃない？おー、 OK、 見えない。いいぞいいぞ。ウォーターが走ってる水しぶきで見えそうなもんですが、見えないっていう設定なの。なんで今途中で途中でなくなった。まあいいやまあいいや。でウォーターからじゃあソードにしましょう。でまたスーパー能力がどこかにあると私は読んでいるんだが、スーパー能力ちゃんどこかにありますか？あれ？あるね。しかもかぶったじゃん。またウルトラソードじゃん。おっぶねえ、今の普通のソードを吸い込むところだった。急げ。これでシュン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 いけ。かっこよ。スマブラ、おおスマブラも4からこっちですよね。あれが最後の切り札が確かあれ4じゃない X はあれ4どっちだっけ。スマブラ4ってまだあれ忘れちゃった。確かスペシャル、いや4からだったと思うな。4はウルトラソードで X までがコックだ。 X までっていうか X がコックだったと思う。違ったっけ。ちょっと詳しい人教えてください。多分そうだよ。多分4とスペシャルがウルトラソードじゃなかったかな。うん、ちょっと記憶が曖昧です。ここも切っていきましょう。後ろ側にも切れる。待てよ、あったー、ありがたい。そのマックのポテトみたいなやつ回収してからがいいな。 OK。 ポテトは皆さんマック派ですか？それともマック派しかないか？ケンタッキー派があるの？でも私ケンタ行った。ケンタッキーあんま行かないから行った。やばい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 、食らいすぎ食らいすぎ、シャッツを食らいすぎ。スライディングだ、行った。スライディングダメなの？待って、危ない危ない、来てるって。まあただなんか食らわないらしいですよ、後ろから来てるやつは。行って、やばい。ただ押されるのは押されるみたいなんで、ちょっと待って、これ後ろに1回投げといて、落ち着けよ。あんまり体力食らった状態でいくとスフィアローバーちゃん倒せない事件が。やばい。 OK で、これを思いっきり吸い込んで後ろ OK で、これもまた吸い込んでこいつを下に落としてから進みましょう。出た。何か回復アイテムをください。私に回復アイテムないんかい。危ないって。そして来てたじゃん今完全に。コピー能力かソードかカッター。ここはソードでいきましょう。スフィアローバーじゃんいますよね。ちょっとこれ地面をね落とさないようにやった方がいいと思います。地面すぐ落ちちゃうからね。危ないよ。地面落ちちゃうと私が落ちる可能性が出てくるから。OK、はい、切っていいぞ。なんで切っても爆弾判定残ってる的な。落ち着け。こういっていいぞ。上、危ない。これ直接行くのは良くないな。いいぞ。待って。やばい。ゴリ押ししすぎ。私カービィってゴリ押ししすぎなんだよね。いっつもみんなに言われる。実況者としてこれはどうなんでしょう。ばばば。やばいよ。やられる。わあ、危ねえ、今の。やられるのだけは避けたい。落ち着け。いける。俺なら、危ねえ。言われる。スターライズでも言われたし、ウルトラスーパーデラックスでも言われた。ゴリ押ししすぎ。ちゃんと相手の攻撃を見ながらやっていきましょう。よし、これでいいんだな。上から来たっけ下から来たっけ。上から来てるな。わかんなくなるよね。いきなり戻ってきても OK。ここ最後決めたいね。ここ最後ゴールゲームをきれいに決めたい。いけ！素晴らしい。ゴールゲームの MK さんと呼んでください。ゴールゲームだけめっちゃ得意っていうね。よーし、これで14機。まあ、14機もあってもしょうがないけど。よーし、なんとか5つ集まりました。次はボス戦か。まあ、次回ですね。じゃあ次回、ステージ5ボス戦からやっていきたいと思います。ということで、なんだ？チャレンジステージオープン、スフィア25個で船の扉が直ってウィップチャレンジがオープン。ああいうのは最後にやりましょう。ということで繰り返しになりますが、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。